どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの家に火をつけちゃうぞ、はい、やってきました。はい、今回は調布市にあるつつじが丘駅周辺のお店に来てるんですけど、今回はですね、数々のテレビ番組を紹介された、お店ですね、こちら有吉ゼミやら、ピラメキーノの番組などそうそうたる番組で、紹介されているお店なんですけども、今回はこの台湾料理屋でマダムリン台北さんに来ております。今回挑戦するメニューなんですけれども、ハバネロと山椒を使ったねちょっと辛い料理があるということなので、今回ここにチャレンジしていきたいと思います。一応ですね、今はやってないんですけども、当時その有吉ゼミで10分以内に完食するとなんか無料になるというチャレンジがあったんですけど、まあ、今はもう期間限定でやってないんですけど、今回ちょっとこれを、基準にやっていきたいかなと思います。それでは行きましょう。おー、来ました。こちらが超激辛もつ鍋。そうなんです。おー、すっごい。行きましょう。よ、佐藤、いただきます。さあ、激辛もつ鍋さん、お手並み入ってるんですよね。うわ、すごいな。あー、玉ねぎが入ってる下にね。これは辛そうだな。うわー、すごいな。唐辛子が大量に入ってます。いただきます。うん、あ、あ、辛い。非常に痺れますね、フォアジャオの。これは強敵だ。うん、もつが歯ごたえあって、なかなか飲み込めないって。これ難易度高いぞ。唐辛子も超大量に入ってますよ、これ。これは難易度が高いぞ。なんだこれは。荷物の肉の旨味をブワーッと口の中に広がります。これは辛いぞ。そして全くこのもつが飲み込めない。唐辛子も大量に入ってますからね、これ。スクエドスクエド唐辛子の祭りですよ。なんだこれ。スープを口の中に運ぶと、ホワジャオとハバネロの辛みがブワーッと口の中を襲ってきます。10分はきついぞこれ。唐辛子どんだけ入ってんのっていうぐらいもうてんこ盛りですね。スープ飲み、最後この激辛スープを飲むし、この激辛バトルに蹴りつけたいと思います。これは量もボリュームもあるし、辛さもしびれも申し分ない。これぞ激辛チャレンジメニュー。相手に嘘もない。これはすごいぞこれ。ビビったぞ。想像の斜め上を行ってました。もう余裕で10分過ぎてました。これ10分以内の辛さがこれきついから無理です。これはちょっと休憩させてもらって
ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。マダムリン、タイペイさんの超激辛もつ鍋、辛さレベル、じゃらららららら、辛さレベル8です。おめでとうございます。8ですね。はい、昨日からですね、24分36秒ということで、ね、だいぶちょっと手こずりましたけども、これね、もちろん辛い、辛いプラス、山椒ホワジャオがね、だいぶしびれが効いてね、非常に難易度の高い、挑戦メニューだったという感じです。いや、これ10分はね、ちょっときついかなと思います。心もお腹もいっぱいということで、今回ですね、超激辛もつ鍋食べましたけども、それ以外にもですね、水煮の牛肉やらとかマーランタンとか、それ以外もね、結構辛い料理、いっぱい取り揃えております。ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんで、フォローお願いします。まだ無理。